これは可愛い。めっちゃ可愛いね。猫のね。猫の妖怪のガチャ発見した。その名も、猫妖怪。猫妖怪マスコットでやつ全部で4種類もあってさ。ラインナップがね、見てめっちゃ可愛くない？のっぺらぼうの猫ちゃんナンバーワン。そして、これが、猫股。ちゃんと尻尾がね、二股に分かれてる。表情もいいよね。そして、大だらぼっち。多分、これ大きさ比較じゃ分かんないけど、めちゃくちゃでけえんだと思うよ。山みたいな大きさの大だらぼっちって名前の猫で、あと人魚。この並びで人魚来るんだぜ。超可愛くない？あとね、この見た、こう、あの、写真でも可愛いじゃん。白黒の。モノコイやばいから。ダディー。のっぺらぼう猫ちゃん。のっぺらぼう猫ちゃん。すげえ可愛くない？これ、これなんだ、これ、これこそ漫画かな？いつもなんか漫画っぽいやつをね、俺ゲットしてるんだけど、これ、漫画かもしれない。いつも外してんだよね。漫画じゃなかったりとか。全然違う。ただただガチャのそういう商品だっていうパティーンが多いパティーンなんだけどさ、今回のこれこそ絶対漫画だろ。後でググってみるけど、間違いなくこれ、漫画だと思う。すげえ可愛いもん、キャラが。これで漫画じゃなかったら、怒るよ、俺逆に。こんな可愛いキャラいて。こんな可愛いキャラいてさ、漫画じゃなかったら逆に怒るよね。で、これが、いや、可愛いね。猫股である。俺の大好きだね。猫股。やっぱ猫の妖怪といえば俺猫股大、いや、猫章も好きで、やっぱね。猫章ね。猫股のさらなる上。猫章。でもやっぱ猫股が一番さ、可愛いよね。尾が二股に分かれているっていう猫ね。猫股。ね、のっぺらぼう。すごい似てるけど、兄弟なんかな、この頃。めっちゃ似てるよね。のっぺらぼう猫ちゃんと猫股猫ちゃん。そして、これ、あ、ちょっとでかく作られてるよ、やっぱ、ほら。ダイダラボッチ。やっぱダイダラボッチって名前だからさ、すげえでけんじゃない？山ぐらいあんじゃねえかな。日本列島食うからね、ダイダラボッチってね。バリバリ、すげえでかそう。ダイダラボッチ。でも大きく作られてる。他のやつというか、ほら。まあ、普通に置いてあったらただの猫のね、飾り物なんだけど。ダイダラボッチがないけど、ただの猫なんだけど、この作品の中では、ダイダラボッチっていうね。え、いいなぁ。でも一番、やっぱね、今んところいいね、こののっぺらぼう。表情がすげえいいわ。こののっぺらぼうちゃん可愛い。これどんなキャラ絶対漫画だよ、これ間違いなく。これもうほんと漫画じゃなかったら逆に切れるもん。これ漫画作ってくれと。アニメ作ってくれと、こんな可愛いキャラ。で、人魚。これ。これは、むちゃ意味わかんないんだけど、漫画読んでないから。なんで猫の人形なんだ？猫マーメイド。キャットマーメイドってすごい斬新っていうかシュールだよね。何これ猫マーメイドって。この頃、自立するか。余裕で。これ人形もさ、下平らになってるから、ちゃんとセッティングできるようになってるんだよね、これ。めっちゃ可愛いガチャ見つけた、これ。猫妖怪ってやつ。これおすすめだからみんなもぜひゲットしてみる。ちょっと調べてみるわ。猫妖怪。多分漫画だと思うんだよな。アニメかな？これで何もなかったらマジ切れるからね、俺、ほんと。絶対こんな可愛いキャラでさ、漫画とかないとか逆に腹立つよね。作ってほしいよ、猫妖怪。あ、ほら、みんな検索してるわ、漫画。猫妖怪漫画。ほら、あ、なんか隅っこ暮らしみたいな絵柄だわ。あるわ。猫妖怪は猫の妖怪のような不思議な生き物。そんな猫妖怪たちと一緒に、ちょっと待って、ここで途切れてるな。猫妖怪と一緒に暮らす人間との日常を覗いてみませんか？豪華書き下ろしありのフルカラー、癒し系猫妖怪4コマなんだって、これ。面白そう。これ買おう、これ、早速。あ、ちょっとお試し読みできるわ。あ、なんかね、ここにいる猫ちゃん、何こいつめっちゃいいな。なんか黒い猫ちゃんとかいるよ。しかもカラーなんだ、この漫画。のっぺらぼう、あ、のっぺらぼういる！なんで、つるっとした顔で無表情に見えるけれど、案外分かりやすいところも、人を驚かしたり、いたずら好き。紹介されてるぞ、こいつ。人間に飼われてるぞ、この猫。白、あ、ここまでしか読めないんだ。これ買うわ。これ買う、880円。猫妖怪。何個まで出てんだ。あー、俺、電子じゃなくて本で読みたいんだよな。本で売ってっかな。880円。今のところ、1、2、3、4、5個があるな。一巻から五巻出てんのかな。おお、これ買って、やっぱ漫画だったな、ほらな。初めて当たったかもしんない、これ、予想。いつも漫画でしょ、これ、みたいな。結構外してて、まあ、たまに当たることもあるんだけど。すごいな、この漫画がガチャになったのか。
なんかカッパみたいな子もいいんだけど、カッパ猫みたいなのも。カッパ猫みたいなのもいる。これ何かめっちゃ可愛いな。カッパ猫。これ見せても大丈夫かな、カッパ猫。これ表紙だから大丈夫かな、表紙。なんかね、カッパ猫ちゃんみたいなのいる。これ表紙なんだけど、これ、猫妖怪っていう。めっちゃ、こいつ何これ、なんでいないの、なんでいないの、この子マストでしょ、いないんだけど。ふざけんなって、なんで、これに、人魚かな、ちょっと途切れてるけど。この子多分主役っぽいわ。のっぺらぼう猫ちゃんが。あ、そう、さっき見た黒いやつ、これ。さっきチラッと出てたんだよね。こいつすごい可愛いんだけど、なにこれ、たまごっち出てきそうじゃないいや、すげえ可愛い。めっちゃいい商品知ったわ。みんなもぜひ、気になったら読んでみて、この猫妖怪ってやつ。俺も読んでみるわ。早速買う。5巻まで多分出てるから、5巻全部本のやつ、電子じゃなくてね、俺本で読みたい派だから、本でちょっと買って読んでみようと思います、ということで。すげえ可愛いガチャゲットしまったわ。猫妖怪。のっぺらぼうが多分仕上げ、だからナンバーワンなんだね。ダイダラウォッチは出てこなかったな、今見た中には。ダイダラウォッチ。これ多分すげえでかいから、たまに出てくるレアな妖怪なんかな。いや、楽しみだね、これ読むの。それではまた第2弾のカッパ猫でね。絶対カッパ猫だろ、あれ、名前。カッパ猫でお会いしましょう。猫ガッパかな。猫主体だからメインだから、猫最初に来そうだね。猫ガッパ。これ絶対欲しいわ。すげえ楽しみ。猫ガッパ。第2弾出なかったらどうしよう。第2弾絶対出して、黒いやつも欲しいでしょ、俺。黒いやつ。